よっしゃ、それじゃあな、今日も出撃だよ。暑そうだね、今日もね。それで最初の私の難関はこの路地だよ。剣探大吾がこの路地を果たして通れるか。だってよ、この路地しか出口ねえんだもん、トイシアターから出る出口なあ。でもさ、剣探大吾が入ってるっていうことはどうにかして昨日は入ったから、もちろん出られるはずなんだけどよ。これだよお前、恐怖の路地だぞ。ここうちの軽自動車でギリギリいっぱい。こんなとこあんのって感じでしょ。でもよ、俺のテクをもってすればまあなんとか出られるでしょう、この道にな。出たよ、奇跡的に出られたよ。やったぜ。おっしゃ、第3便の船が出てったら浮きが入りました。なんか釣れたぞ。よしよしよし、釣れました、釣れました。そうだかな。やっぱね、船は魚を連れてくるというが、第3便が釣れてきました。大きくねえな。ついてんのか。ついてんな。なんだ、大きくねえぞ全然。なんだ、アモン、だな。せーの、そらー、あ、若しじゃないな、ヒラアジだ。ヒラアジの子供が釣れました。シマアジかな、シマアジの子供だ。やったー。あー、小さいけど、ほら、シマアジの子供だよ。やったよ。なんか入ったような気がするんだけど、キャストした途端に入ったような。なんか釣れてんじゃない。ほらほらほら、なんか釣れてるよ。よしよしよし、キャストした途端に入ったな。表層でかかったんだな。まあ、棚はね、浅くしてんだけど、かかってねえか。かかってんのかな。なんか重さがあるけどな。でも小さいな。なんだ、かかってても小さい。あ、なんか釣れてる。なんかね、銀色のがチラチラって見えた。若しか、それともまたシマアジか。さっきぐらいのついてるかな。外れちゃったか。どうだ。あ、ついてるついてる。なんかがついてるよ。シマアジだと結構な、口切れしやすいからな。本当に慎重にいきましょう。あ、シマアジっぽいな。なんかシマアジっぽいよ。ほら、じゃあ抜くか。せーの、そらーっと。あー、今度は若しだ。若しでした。ほら、ちっこいよ。でもしょうがねえ。とにかくな、今日の仕事は風が強くてな、やりづらいんで、この証も大切な超過だよ。
おお、入った。最後の球で入りました。よしよしよし、今度は結構でかいぞ。ソーダか、ソーダかな、ソーダっぽいな。よし、来い、こっちに来い、こっちに来い。よしよしよし、ほらなんかいい引き、いい引き、よかった。最後の餌でね、釣れるなんてのはね、めったにないよね。やりました。よし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 、よし、じゃあね、フィニッシュだから、これは玉入れしてやるかな。おー、血吹いてる、血吹いてる、ほら、ね、枝から血吹いてます。入った。はい、こう玉に入ったのは、ほら、まああまり大きくないけど、まあ普通のサイズの、またこれはね、ヒラとマルのハイブリッドみたいな感じだな。あ、まあでも今日の仕事はこれが釣れたのでよしとしましょう。じゃあね、これにて今日の仕事終了。はい、それで今回持ち帰ったのはこのソーダガツオ、ちびっこいシマアジ、ちびっこいワカシ、この3匹です。それでね、まあこのシマアジとワカシは半身で1枚のお刺身にして食いますか。それで今回の料理コーナーで紹介するのはこのソーダガツオですね。あのシーチキンね、トイ劇場で作ったのはね、材料が全て入手できなかったので、今回はもうちょっとマシな材料を使ってもう一度リベンジという形で作っていこうと思います。それで今回のソーダガツオはこのように釣り場でもってもうね、腹ワタとエラは取り去ってしまいました。はい、こんな感じで3枚におろせました。そしたらね、あとはね、血合いとか皮とかを取り去っていきましょう。
はい、これで中骨と皮、血合いを取ってこのように柵取りが終わりました。今回は結構血合いはね、念入りに完全に取りました。だからね、身はほら結構少なくなっちゃいますね。でもね、この血合いがね、ちょっとでも残ってるとですね、シーチキンに仕上げた時に血合いが黒くなるんですよね。まあそれ自体はね、大したことはないんですけど、綺麗な白い色のシーチキンを作りたかったら血合いは念入りに取った方がいいと思います。そうしたら適当な濃さの塩水を作ります。塩水ができたらこの中にこのカツオの柵を入れておきましょう。まあ漬ける時間はね、適当でいいと思います。はい、こんな感じで適当な時間が経過しました。そしたらね、これを取り出して水気をキッチンペーパーでよく拭き取りましょう。このように適当に水気が拭き取れました。そしたらね、この適当な鍋を用意して、これにこのオリーブオイルを適当な量入れます。まあ最初はこんなもんでいいか。そしたらね、このソーダガツオの実を入れます。そうしましたら、ここにだね、用意したほらこれ、これはね、ローレルですよ、月桂樹の葉っぱ。うちの実家でね、かなり前に取ったものだね。なんかもう落ち葉状態になってますけど。それとこちらはですね、ローズマリーです。これはうちで栽培したものを何ヶ月か前に取って乾燥したものです。それと今回はこれ、粗挽き胡椒、黒胡椒だね、これを使います。じゃあこの3つのものをね、この上にこうパラパラっと乗せていきましょう。まあこんなもんでいいですかね。そうしたらここにさらにオリーブオイルをこのようにダーッとな、適当な量回しがけていきます。まあどうでしょうね、こんなもんでいいんじゃないでしょうか。なんかもう少し入れた方がいいかもしれないけど、オリーブオイル飲むわけじゃないからね、なんかあんまり入れても無駄になるようなんで、まあ今回はケチケチモードでこのぐらいにしときましょう。そうしたらこれを火にかけて焦がさないように20分ぐらい煮ます。適当な時間煮たところで、ローリエとローズマリーはすべて取り出します。そしてさらにこのように身を突き崩しながらしばらく煮れば出来上がりです。それで今回は酒の肴にしますので、これだけだとねちょっと寂しいので、ここに自家栽培したトマトとこのスイートバジル、これをですね、加えて仕上げていくことにします。はい、できました。これでございますね。バジルとトマトで仕上げるなんて言ったけどさ、ただ切って混ぜただけなんだけど、でもまあそれでいいんじゃないかと私は思うんですけど、どうでしょうね。ちょっとなんかごちゃごちゃしてますけど、でもね、きっとうまいと思いますよ。まあ何はともあれ食ってみましょう。今回のは油をケチって作ったのが功を奏したのか、トイ劇場で作った時みたいにね、なんかあのベチャベチャの油っぽくはならなかったです。それでね、今日はまあおつまみということなので、こちらほら、これラスクですよ。これはね、もうずいぶん前に河原組の方からいただいたやつかな。ようやく利用できる時がやってまいりました。この上に乗っけて食ってみようと思います。じゃあね、この箸で乗っけますよ。まずこの辺をな、こうポテッと乗っけて、そしてトマトもいきますか。これいくかね、これもポテッとここに乗っけて、まあこんなでいかがでしょうかね。こんなもんで、それではね、こやつをいかせていただきます。いきまーす。ん、おお、おや、これはうまいよ。これなんかね、シーチキンもうまいけど、このトマトがすごくうまい。甘みがあるよこれ。なんかね、ホームセンターで苗を買ってきて植木鉢に植えておいたらなったんだけどさ、なんていう種類のトマトだろう。すっごい甘みがあるよ。じゃあこれさ、もう一個な、ここにまたこうトマトを乗せていくかな。このトマトをここにね、こう乗せて食いましょう。これでな、またトマトが乗っかりました。
じゃあ行きます。うまい、すごいうまいよこれ。いけるね。じゃあね、もう一丁のラスクにも乗っけていきますね。うん、すごくうまい。これはね、もう最高でございます。いやー、あっという間にラスク2つ食っちまったよ。いやいやいや、これは美味しいですよ。あのね、多分ね、スパゲッティに混ぜても美味しいかもしんないね。結構いけるね、このツナ。なかなかいけてるよ、さすがだねって、また自画自賛しちゃうんだけどさ。じゃあね、まあ自画自賛したところで、ここらでお酒といきますか。お酒とくれば白ワインでしょって感じだよ、ほら。ね、なんか今日はさ、ちょっとイタリアンっぽいんで、白ワインにしました。それもね、なんかこれはね、イタリアの白ワインみたいですよ。確かイタリアの白ワインでした。これをね、もう瓶ごと冷やしてあります。これをな、当家のいっちゃんいいグラスでいきましょう。それでは、いただきます。このワインはね、なんかすっきりしていて、それでいてフルーティーですね。辛口っていうのかな、甘みがないけど、結構ね、フルーティーでさっぱりしていて、こういうね、脂っこい料理にはよく合うわ。合う、合う、合うって感じだよ。いや、それにしてもね、ソーダガツオのシーチキンって結構美味しいですよ。こういう風にね、なんか混ぜちゃうともう日持ちしないから、ソーダガツオのシーチキンだけでもって、タッパーかなんかに入れて、冷蔵庫に入れといて、食べるときにね、ちょっとずつこういう風にトマトとかバジルとかいろんなシソとかね、大葉なんか入れても美味しいと思うんですよ。そういうのを入れて、こう調理して食べると、結構ね、美味しいおかずになりますよ、これ。まあ、そういうことでね、結論が出ましたので、この辺で。何？なんかがチラッと見えたって？あ、そう。見えちゃった？ねえ、これ。これ。え？これだよ。な？これだよ、ほら。ねえ、しまじと、わかしを、こういうふうにお刺身にして、それもさ、握り寿司にしたんだよ。なんで握り寿司したかっていうとさ、今度また秋にね、第2回、ケンタン大杯争奪、全国アマチュアシャリ玉握り大会っていうのをさ、開催するんだけど、そこでな、私は、今回こそ、絶対に、上位に食い込もうと思ってな。それで、日々練習してるってわけよ。どうだよ、これ。え？これだぞ、ほら、これ。こっちは、シマアジだな、ほら。黄色い線が見えてるから、シマアジ。な？すごいだろ。え？全然ダメ？まあ、俺もそう思うんだよ。全然ダメじゃねえって。ねえ、これじゃあまだブービー賞も取れないんだけどさ。まあまあ、練習中だからな。時期にもっと上手くなって、秋、9月に開催するんで、その時にはな、絶対にあっと言わせるようなすごいシャリ玉握ってみせるぜ。ということでね、なんか今日の宴すごいんじゃない？ねえ、寿司バーだよ。寿司バーになっちゃったよ。っていうことで、これから私はな、これを全部片付けなきゃいけないんで、ここで視聴者の皆様とはお別れです。それでは皆様、ごきげんよう。